皆さんこんばんは、MK です。今回はスーパーマリオメーカー2に追加されたメカクッパのビームはどんなブロックまで壊せるのか検証していきたいと思います。専用のコースを作ったのでこちらで遊びながら検証していきましょう。今回スーパーマリオメーカー2にメカクッパが追加になったんですよね。で、このメカクッパは近づくとビームを出してくるんですよ。で、このビームは敵を倒すことはできないんですが、ブロックを壊すことはできるんですよね。今回はどんなブロックまで壊せるのか検証していきますよ。まずはレンガブロックどうなんでしょうか。壊せますよね。まあこれが壊せなければ何のブロックが壊せるんだという話なんですが、はい、次はハテナブロックどうなんでしょうか。これは壊れないと思いますが、壊れるんだ。え、ハテナブロックが壊れたらアイテムとか取られちゃう可能性もありますね。はい、じゃあ次行きましょう。次は氷ブロック、これはいけるんじゃないか。どうでしょうか。壊せますよね。こうやって氷ブロックとかいろんなブロックを壊しながら進んでいくステージも今後は増えそうですね。はい、次はコイン入りの氷ブロックどうですか。いけるんだ。え、マジか。はい、じゃあこのコインは落とせるの。どうなんでしょうか。落とせないか。このビームが当たればコインが落ちてくるのかなと思ったんですが、そういうわけではなさそうですね。わかりました。はい、じゃあどんどん進んでいきましょう。次は雲ブロック、これはどうなの。落ちる。あー、無理か。通り抜けちゃう感じですね。なるほど。これは実体にはなっていないという判定なんでしょうか。はい、じゃあどんどんいきますよ。はい、次は音符ブロック、これはいけるんじゃない。音符ブロックいけると思いますが、あれ無理なの。え、音符ブロックはいけると思ってたんですけど、あ、無理だ。マジか。まあスキンによる違いもあるかもしれないんで、こっからの初代とかマリオ3とかワールドもやっていきたいと思います。はい、じゃあちくわブロックどうですか。無理か。ちくわブロック、もしかしたら 3D ワールドだったら壊せるかもしれませんが、今回 3D ワールドにメカクッパは追加になっていないんですよね。だからメカクッパは遊べるのは4種類だけなんですが、硬いブロック壊せる。え、マジか。硬いブロックこれ壊せないと思って配置したんですけど、硬いブロックは壊せるみたいですね。はい、じゃあ次行きましょう。次はパウブロック、これは無理じゃない。ぶっちゃけ無理だと思う。あ、いけるわ。ま、壊せるというよりはなんだ、ちょっと効果が出るという言い方の方が合ってそうですね。壊せはしないか。パウブロックの効果が発動するという言い方にしておきましょう。よーし、じゃあどんどんいきますよ。次のスキンやっていきましょう。はい、次は初代スーパーマリオブラザーズやっていきましょう。これは結構動作が変わってくるんじゃないでしょうか。撃ってくるよね、初代でも。どうなんでしょうか。撃ってくる。危なかった今の。なんか初代の方が光線がかっこいいな。もう一回見たい。ほら、光線がビーっといて、おお。ドットの方がなんだか迫力がありますね。まあそんなことはいいんですが、まずはレンガブロックどうでしょうか。はい、ビーっと溜めて撃ってきた。壊せるよね。うわ、待てよ、これ変わるかな。いや、変わると思うよ。前にカメックの実験やったことがあるんですけど、その時はね、めちゃくちゃ変わったんですよ、スキンによって。と言いつつ、ハテナブロックが壊れてしまいましたが、今回はスキンによって変わらないのか、もしかして。でもカメックの実験だいぶ変わりましたから、今回も信じていきましょう。はい、氷ブロック壊れるな。待てよ待てよ、初代だと氷ブロックとかちょっと強いイメージがあるんですが、はい、次はコインが入った氷ブロックどうでしょうか。まあまあまあ、この先コインが落ちるかどうかですよね。はい、コイン落ちてください、お願いします。落ちねえわ。あれ待って、これやらかしたか。張り切って全部のスキンで作ってきたんですけど、いやでもスーパーマリオワールドとかはさすがに変わると思う。はい、雲ブロック意味ないね。スーパーマリオワールドって結構独特な操作が多いんで、あれは変わりそうですよね。雲はやっぱ壊れないか。雲とかちくわ系はなんだろう、透過しちゃうんでしょうね。はい、次は音符ブロックどうでしょう。壊れないな。待てよ、これやらかしたか。音符ブロック壊れてよ。壊れないな、やっぱり。やっぱり壊れないな。はい、次ちくわブロック、初代だったらちょっと変わるでしょ。どうでしょう。もうさ、これ光線をさ、溜めてる時点で透過しちゃってるんですよ。ほら、壊れるやつってこれが透過しないんですよね。これを覚えておいてください。いきますよ。ほら、ちくわブロックの時は透過している。こう緑の土管のところまで来てるじゃないですか、最初から。で、これは来ないんですよ。ほら、来なくてバーっと壊れていく。待てよ、これさ、一緒か。硬いブロックも壊れてしまったんですが、はい、パウブロック、これはちょっと動作が変わってもおかしくないよ。どうでしょうか。一緒っぽいな。はい、で、これパンと打って壊れる個数まで一緒、壊れる順番まで一緒だよ。どうする。やばい、
初代が終わってしまいました。じゃあ、飛び越えてしまいましたが、じゃあ次はスーパーマリオブラザーズ3やっていきましょう。はい、スーパーマリオブラザーズ3のスキンにやってきました。今回はどうなんでしょうか。多少変わってほしいところではあるんですが、おー、マリオブラザーズ3のメカクッパはこういう感じなんですね。そう、メカクッパ自体もともとね、ニューマリとワールドから出てきた敵なんで、その辺にしかいないんですよね。初代とスーパーマリオブラザーズ3はドット書き下ろしなんですが、はい、まずはレンガブロックどうでしょうか。壊れるか。マリオブラザーズ3のレンガブロックって若干挙動が違うところがあるんで、壊れないかなと思ったんですが、はい、次はハテナブロックは壊れますよね。やばいぞ。これ全部同じ説が出ている。どうでしょうか。はい、次は氷ブロック。マリオブラザーズ3の氷ブロック強そうじゃないですか。やばい。これまあこういうのも、いやでもね、ワールドはさすがに変わる。スーパーマリオワールドは絶対変わるはず。いや絶対は言い切れないけど、コイン入りの氷ブロックも壊れてしまいましたが、コインは落ちますか。コイン落ちてください。落ちないな、マジで。え、落ちないの。落ちて、コイン落ちて、お願い。いや落ちないわ。全然落ちないじゃん。やばいぞ、全く一緒か。はい、次は雲ブロック。ほら、ブラザーズ3の雲ブロック強そうじゃない。やばい、透過した。一緒だな。透過すんのこれも。うわ、なんかマリオブラザーズ3ってさ、雲ブロックなんか地形ブロック的な感じしません？私だけか。はい、次音符ブロック壊れないよね。やばいぞ、やらかしたぞ。音符ブロックはもともとブラザーズ3のものなんですが、ちくまブロックもブラザーズ3ですよ。うわやばい、壊れない。これも透過してますね。もうビーム溜めてる時点で透過するとさ、絶対壊れないからなんかショックなんですけど、ほら透過しちゃってる。はい、次硬いブロック。これが壊れなければ面白いんですが、はい、マリオブラザーズ3壊れるんでしょうか。壊れたね。壊れないかなと思ったんですけど、壊れてしまいました。はい、次パワーブロック。これはどうですか。同じだね。あれ、でもちょっと違う。なんかちょっと壊れ方違くない。さっきと壊れ方が若干違うんですが、まあそんなことはどうでもいいんですよね。多分ちょっと仕様が違うんですよ、あのパワーブロックの。はい、そしたらブラザーズ3も終わってしまいました。どうせだったらスターを取りたい。まあまあまあ何でもいいんですが、はい、じゃあスーパーマリオワールドに行きましょう。はい、最後の砦でスーパーマリオワールドやっていきましょう。ワールドはね、結構挙動違うんで、もしかしたらっていう感じ。おー、なんか目がやばいな。ワールドのメカクッパ目やばくない？なんでそんなあっちゃこっちゃ言っているんでしょうか。おー、溜めてるのもビームもかっこいいね。よし、行きますよ。スーパーマリオワールド挙動が変わってくれると信じているんですが、このレンガブロックもね、若干違うでしょ。ワールドはマジか。そう、スーパーマリオワールドのレンガブロックって叩くとこうくるくる回る感じなんで、普通の今までのレンガブロックとは仕様が違うんですが、はい、ハテナブロックどうでしょうか。これは壊れないでほしいな。壊れるね。いやでもワールドはさすがにちょっと違うって。ほら、ワールドの氷ブロックとか絶対壊れないって。これは壊れるんかい。やばいぞ、これ壊れるぞ。次は、あ、コイン入りの氷ブロックどうでしょうか。これは壊れそうだな。壊れるよね。なんかマリオワールドのコインって落ちそうなイメージありませんか。はい、これ落ちてくださいな。落ちないんかい。やばくね。待って、これマジで全部一緒説がある。うわ、全部で作ったのにこれ全部一緒か。ほら、雲ブロック壊れて、お願い、壊れて。壊れない。透過しちゃってる。一緒だな。ビームの時点で透過するんですが、そこまで一緒。その仕様まで全く一緒なんですが、はい、次音符ブロック。音符ブロック壊れてもいいんじゃない、そろそろ。マジで言ってる。壊れないのこれ。壊れて、お願い。壊れない。2回当てれば壊れるとかそういう話でもなさそうですね。はい、次はちくわブロックどうでしょうか。ちくわブロックは透過するよね、分かってた。やばいぞ。じゃあ硬いブロック、硬いブロックにかけるしかありません。これは壊れなさそうじゃないですか。メカクッパさん壊さないでよ。やばい、全く一緒だここまで。じゃあ次だな、次が最後。次が変わらなければ全く一緒という話になってしまうんですが、はい、パワーブロックどうでしょうか。最後パワーブロック、あー同じだ。なんかマリオ3の時だけ壊れ方違うくない。なんか光線打ってくる順番が違ったんでしょうか。はい、そしたらスーパーマリオワールドも終わってしまいました。最後にまとめましょうか。ちょっと意外な結果でしたね。よし、じゃあまとめていきましょう。
はい、まとめやっていきましょう。今回スーパーマリオメーカー2に追加されたメカクッパ、青くするとビームが出るんですが、壊せるブロックはレンガブロック、ハテナブロック、氷ブロック、コイン入りの氷ブロック、あとは硬いブロックですね。一応ね、パワーブロック、これはまあ壊れたという判定ではないということにしておきましょう。効果が出たという感じですね。で、壊せないのが雲ブロック、音符ブロック、ちくわブロック。まあこれは壊せないというか、なんだろう、ちくわブロックと雲ブロックに関しては透過しちゃってましたし、音符ブロックだけがまあびくともしませんでしたね。音符ブロックが最強ということでいいと思います。そう、今回のね、このメカクッパ、色がね3種類あって、緑と赤と青があって、青でしかビームは出ないので、そこは皆さん注意してください。他に一応スネークブロックとかオンオフブロックとかはあるんですけど、これはね、私実況外で試したんですが壊れませんでした。あとは地形ブロックとか、まあトゲブロックとか、そういういろいろなものを、まあいろいろ試してみたんですが、地形系のものはね全く壊れない。あと敵は倒せない。敵には全く効きませんでしたね。マリオはもちろん当たるとダメージを食らってしまうんですが、まあなので壊せるブロックと壊せないブロックがあったというのは収穫ですが、ゲームスキンによって変わらなかったっていうのはちょっとショックですね。そう、カメックの時がめちゃくちゃ変わったので、ぜひそちらの方は概要欄に貼っておくのでご覧ください。よーし、じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょうか。若干満足いく結果にはなりませんでしたが、まあ検証なんでこういう時もありますよね。今後もどんどん検証していきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録がまだの方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。